船越影直慶長16年3月10日は、戦国時代から江戸時代初期の武将で江戸幕府の旗本。父は船越慶林。子に永慶、北条市政室。通称は五郎右衛門。関東は左衛門の城。船越氏は藤原氏の流れを組んだ淡路の国人で鎌倉時代より戦国時代まで。 三原軍志図の正田を中心に支配し、室町時代には、細川氏の悲観となって活動していた。刑事家は初め淡路正田上司として、細川氏の重臣だった三好長慶の弟、あた冬安氏に水軍を従えて仕えた。後に、三好氏が滅んだことから織田信長に帰属し、天正九年には、淡路を攻めた橋場秀吉から、本領安土を受ける。本能寺のうの変の後も、 秀吉の直進として、静ヶ岳の戦いや小牧、長久手の戦いに参陣。後に、淡路から針馬赤し軍へと移され、四千国を受けて、弓組と鉄砲組を率いた。その後も、秀吉の家臣として、小田原征伐や文録の役にも従軍している。ところが、文録四年に、秀だ事件に関わって、秀吉から歓喜をこむり、道の区の南部の部なに預けられる。 秀吉の没後、徳川家康の求めから、摂津や河内に所領をあてがわれて服し、関ヶ原の戦いには東軍に加わった。その後から山和内軍にも千五百国を加増され、六千国、余りを治療する江戸幕府の旗本に列す。翌年には、家康に壊れて、堀尾義春や、猪子一時、大島光吉らと共に、関ヶ原の戦いの話に興じている。 慶長16年に死去。去年72。刑事家は、茶人として知られ古田織部に指示し、慶長11年3月12日に改伝を受けている。茶道具に用いられる織物、名物列にある、船越感動は、刑事家あるいはこの AK が用いたことに由来する。ありがとうございます。